伊藤助清は、平安時代末期の武将。伊豆国の豪族、伊藤助近の次男。伊見名は、勇賢、幸久、有士、助忠とも。源の頼朝の乳母である、比企二の参上妻としており、伊豆のる人であった頼朝と親交があった。安元元年9月頃、平家の家人である父の助近が頼朝を討とうとした、際、頼朝に、身の危険を知らせて逃がしている。 曽我物語によると、自身のエボ子親であることから、北条時政を頼るように頼朝に進めたという。自称4年8月の頼朝挙兵の後、平家法であったスケチとスケキオフ氏は頼朝軍に捕らえられた。その際、頼朝はスケキに、かつて自分を助けたことによる恩賞を与えようとしたが、スケキは、父が頼朝の敵となっている以上、 その子である自分が恩賞を受けることはできないとして、暇をこい、平家に味方するために上落した。その後、平家軍に加わったスケキヨは、北陸道の合戦で討ち死にした。平家物語では、篠原合戦で、伊藤九郎勇士が討ち死にしたとある。なお、東鏡まは2年2月15日上では、スケチカが自害を遂げた際、スケキヨが、自らもよりともに死を願い、 よりともは心ならずも、スケキオを中殺したとし、平家軍に加わり北陸道の合戦で打ち死にしたと、する研究4年6月1日上の記述と矛盾している。スケキオの妻は、義兄河津スケヤスが、工藤スケツに撃たれた後、生後感もないスケヤスの子を引き取り、スケキオと死別した後にその子を伴って、平賀義信に再化している。また、ご法上死、 徳川氏に仕えた二杉氏の系譜によれば、通説では、工藤スケツネの子とされる、伊藤友好をスケキヨの子として掲載して、二杉氏をその子孫と位置づけている。ありがとうございます。